안녕하세요. 안녕. 곰방와. 오늘 오프닝 곡은 화사의 마리아입니다. 오늘의 오프닝 노래는 화사의 마리아. 자, 먹방 시작하도록 하겠습니다. 그럼 먹방 시작하도록 하겠습니다. 오늘 메뉴는 짠! 네네. 저의 좋아하는 마라탕입니다. 아, 또 디저트를 네, 조금 準備したんですよ。パリバケのなんかこういうかわいいやつ、ブラウニーとか。いつもさ、アイスばっかだから、でもこんなに小さいとは思わんかったタルトとかなんか準備した、いろいろ。じゃん、フェンスのチョコ、かわいくない？チェイドンギョン、ごめんね、くしゃみで。いや、じゃん、じゃん。じゃあこんな感じでございます。じゃん、重い。じゃらーん。なんだと思う、これ。ザーサイなんですよ。で、本当は1個しかくれないんだけど、私さっき頼むときに、ザーサイたくさんくださいって書いたの。なんかこう、リクエストみたいなところに、そしたらいっぱいくれた。이거ザーサインで、ほとんど半개만주요。半개만주는데、내가ザーサイ많이달라고했거든。くれたから、3개줬어。あいごの意味教えてほしい。あいごはなんか、あーみたいな時にも使えるし、なんか万能な言葉なんだね。特にそれだけに意味はない。なんか言い方だけで結構意味変わってくる。なんか、あーってやったら、なんか、あーほら見ろみたいな感じにもなるし。びっくりした時も、あらまあみたいな感じで、おら、あいごって使う時もあるし。階段とか段差から降りる時に、なんか、あいごって使う人もいるし。けだねぞで言って、아이고라는사람도있고진짜어디든쓸수있는그느낌오이크란망겐짠자이크라드쇼이거지난번에2인前2、3인前 2.5 인前くらいある。짜잔今日は、とりあえず宅配費なしで1700円でした。見て可愛くない？三つ編みしたが、これは何だろう、なんとか、なんとか、何、キノコ、이거는なん、뭐、뭐지、무슨보소진데。で、분모자。이거는분모자。분모자ってなんかもちもちしてる、なんかトッポッキじゃないけど、なんかもちもちしてるやつ。で、これは乾燥豆腐。이건건두부。これがチンゲンサイ。それとこれがプチュ。湯葉みたいなやつ。湯葉まとめてあるみたいなやつ。それと、中国タンミャン。う。この厚、フラベッタイの中国タンミャン。じゃあ、먹어보도록하겠습니다。じゃあ食べるね。とりあえずスープ。이맛이지이거이거めっちゃ美味しい。うん、아声裏返っちゃうぐらい美味しい。아맛있어美味しい。なんかね、一回食べると中毒性があるって聞いてたんだけど、マジで本当にそれ。今はちょっと量少し減らしたけど、私、超ハマした時、1週間に2回ずつ食べてた。本当に。週2で食べてた。1ヶ月以上。が、マラタンマシ、그렇게맛있어라고물어보시는데、나는진짜지금조금줄어、줄어들었지만、진짜빠지고있을때는、일주、한주、두번씩정도먹었어요。한달이상。진짜、진짜로。ご飯玄米玄米、なんか古いご飯じゃないです。パビ오래됐나？왜이런생기지라근데현미예요현미。이것도먹어야지。자사이。
あーもうこれが、うわー最高、私ザーサイと生きていきたい。ねえ、今さ、なんか妊娠中ですっていう人いたんだけど、私この間なんだっけ、なんかお父さんがさ、チャムチの写真送ってくれたの。なんかそれ見ながら、あー私からチャムチが生まれればいいのにとか思っちゃったもん。なんかもうチャムチをさ、なんか子供として育てた、本当に私からチャムチが生まれればいいのに、私から猫が生まれればいいのにっていつも思う。なんか、が지금임신임신하고있다는분이있어서좀생각나는건데지난번에아빠가참치사진을보내줬거든최근에그거보면서아나진짜참치를낳고싶어고양이를낳고싶어だってさ猫を産んだらさなんかこう娘をとかさ息子を見送らなくてもいいわけじゃん結婚式とかでさうちの子ってならなくてもいいしさクソババーとか言われなくて済むしさニャーとか言ってフーとか言われるだけじゃんなんかだからなんか猫を産みたいでも全然硬くないよ。なんかもちもちしてる。え、なんかね、マラタン私も麺だと思ったの。マラタンは麺じゃなくて、なんかタンミョンが入ってる。なんかもちろん麺自分で好みで入れることもできるんだけど、基本的には麺は入ってなくて、なんかちょっと太い春巻きじゃないや。春雨みたいなのが麺みたいに入ってるのが、なんか普通っていうかオリジナルっぽい。나도마라탕은처음에는명이있는줄알았어근데명이아니고탄명이더라고어뭐지원래기본은私が初めて食べた時の動画がオリジナルっぽい。なんか普通の一般的なマラタン。でもなんか鍋みたいに自分が好きなものを入れて食べるから決まった形はない食べ物って言ったりとか。お餅も入れれる。똑도들어가요。근데나는똑도넣어봤는데뭔가안맞는것같아서이제는お餅も入れられるけど、私的になんか微妙に合わない感があって入れない、いつも。超ヘルシーだよ。だってさ、野菜と豆腐とキノコとタンミョンとタンメンとチンゲン菜とかもやしとかだから、なんかすごいヘルシー。あ、그리고사람이말을하면カロリー엄청많이쓴대。あとね、人間ってこう、演説とかスピーチとか言葉をずっと発する行動をすると、なんかすごいカロリー使うんだって。なんか喋りながら頭も使うから、なんか脳を使うとカロリー使うっていうじゃん。喋りながら、考えながら話すとカロリー消費がすごいんだってよ。だから、내로생각하면서말을하면、진짜、뭐지カロリー소비が되게、잘된대。だから、何勉強してるとお腹すくじゃん。勉強しながら頭使ってるからお腹がすくんだって。なんか、コンボ하면서、ペが고프じゃな。ここね、머리쓰고있어서ペが고프대。らしいよ。まあ、私も聞いたってか、ネットで見た話だからわからんけど。医者じゃないからわからんけどさ。나도医者아니라서、진짜あるんちのちゃ모르겠지만、그렇다고하던데。私が聞いたわけじゃないんだけど、ツイッターで、なんか、2児の母なのに、なんか髪染めるなんて、みたいな、なんかそんな会話を自分の旦那としたみたいな、なんかそういうの見たの。え、多分見た人いるともうめっちゃリツイートされてたから。見た?が、그거일본에서지금、그、약간、핫한ツイッター、あ、ツイッター中の話なんで、え、見た?なんか、旦那に、なんか髪美容室に行って髪染めようかと思ってみたいなこと言ったら、え?二児の母なのにみたいな。髪はそ明るくすんなよみたいなこと言われて、いや、え、それ関係あんのみたいなこと言ったら、いや、なんか職場でもそんなお母さんいないよみたいな。なんかそういう会話をしてる、なんか夫婦のやつ。仕事の都合でさ、明るくできませんとか、まあわかるけど、まあわかりたくはないけどわかるけど、別にさ、お母さんなんて所属があるわけでもないしさ、なんかこう、妊娠中とか、何こう、まだ、こう、母乳をあげなきゃいけなかったりすると、ちょっと、染めとかはさ、ちょっと拒否感出るけどさ、
なんかもう育ててる最中だったら別に関係なくない？なのにはとか、女の子なのに男の子なのにとか、よじゃんでなんじゃんでおんまんであっぱんで僕の子言ってたな、どうしろなんか女の子なのに男の子なのにお母さんなのにお父さんなのにみたいな、なんかそういうの嫌じゃん。逆にさ、だって奥さんが好きな色にして綺麗で、なんかこう家庭の雰囲気明るくなるのよくない？髪染めると気分上がるじゃん。が반대로그뭐지와이프가머리를 자기마음대로염색하고기분업되고뭐지방이그거분위기좋으면더좋지않나그러니까私的にはなんか別にお母さんだからこうしなきゃいけないっていうのはないかな。그러니까나는엄마라서이러이래야된다저래야된다그런건없는것같아高校生なのにとかさ、私高校生の時だからその言葉学生なのにとか言われるたびに早く大人になりたかったの。でも大人になってもね、大人なのにって言われるからね。だから、あの、학생って、진짜、학생인데、아직、おるんど아닌데、그런말되게싫어했거든。그래서、빨리おるんでこしぽんで、おるんで、되는데、おるんでっそ。이렇게원했던おるんでっんで、이제는おるんんでらの말을듣더라。너무싫어。大変よね、人間社会。そのうち私も不満爆発し山とかに住みそう。外界を遮断する。난그러다가불만이폭발해돼서산에살것같아。나혼자산다。山に住みそう。かおちゃん予定がかぶってしまった。彼と友達どっち取る？めんどくさいから具合悪いっつって二人とも会わない。もし彼氏とその友達とかでさ、一緒に出かける時とかあったら、この間さ、一体あれあんじゃん、先週の日曜日とか言ったらさ、やってなるじゃん。え？先週私の約束断ったよねみたいな。俺の約束断ったよねみたいになるから、両方行かない。今日のリップは何か？マラタン。こんな感じ。もうごく普通の、全然見えないけどエクタルトです。うん、タルト生地に若干の塩味がある。じゃん、こんな感じ。チーズブラウニー、下がなんかチョコっぽいんだよね。で、上がなんかレアチーズっぽいけど違うのかな。